V ネックなのでインナーに合わせてもアクセントになっておしゃれです。冬スタイルですが、明るいトーンでまとめるとフットワークも軽くなりそうです。皆さんこんにちは。今回は大人にぴったりなライトダウン4000です。ラインナップはザ・ノースフェイスのジップインマグネ5050ダウンカーディガン、カナダグースのクロフトンジャケット、モンクレールのゼムベスト、ストーンアイランドのオーコットン R ナイロンテラ。今回は軽くて暖かいダウンになります。極寒の真冬に着るというよりは、薄くてインナーに使えたり、アウトドアやゴルフの時など体を動かす時に便利だったり、車を運転する時などに軽く羽織れたりする、活用シーンが広いライトダウンを集めてみました。はい、大人にぴったりなライトダウン1着目はノースフェイスのジップインマグネ5050ダウンカーディガンです。これ1回羽織るとよくわかるんですが、軽くてまるで空気をまとうようなカーディガンなんですよ。リサイクルダウンが中に入っているんですが、この表地はですね、パーテックスカンタムエアというですね、軽くて通気性の高い素材を使っていて蒸れにくいんですよ。見てください、このダウンシェル一つ一つがですね、ひだ状になっていて、こう見ていても向こうが透けるんですね。見るからに通気性が高い。だから動いている時は空気の流れによって体をクールダウンさせ、停滞時には通気性を抑えて保温力を発揮するという優れた一着なんです。撥水加工が施されているので多少の雨や雪がはじきますし、あと最近ノースフェイスが採用しているジップインマグネシステム対応モデルで、ジャケットなどのアウターとジップやマグネットを使って簡単に連結できるんです。あとはこんな風にくるくるっとまとめてコンパクトに収納できます。このように基本携帯して肌寒い時などにさらっと羽織ったり、あとですね、旅行とかアウトドアとかゴルフとか、そういった場面でもあると便利です。ではこのジップインマグネ5050ダウンカーディガンの大人っぽい合わせ方を一緒に考えていきましょう。はい、このノースのライトダウン、見た通り薄手で V ネックなんですが、インナーとしてもアウターとしても使えるデザインなんですが、 V ネックなのでやはりこういった襟ぐりの広いものと合わせるのはちょっと相性が良くないと思います。なので合わせるとしたら首元が高いもの、こんなモックネックのカットソーであったり、例えば襟にボリュームのあるスウェットパーカーだったり、こんなアイテムが相性いいと思います。では早速着てみましょう。まずはノースの5050ダウンカーディガンをアウター使いしたコーディネートです。インナーにネックの高いカットソーを入れるとぐっと大人っぽいですし、これでゴルフなんかもおすすめです。ハイテク素材のダウンなんでアクティブに動いても蒸れにくいんですよ。はい、どうでしょうか。次にインナー使いをしたコーディネートです。V ネックなのでインナーに合わせてもアクセントになっておしゃれですよね。あと先ほど解説したジップインマグネシステム対応のアウターだと、インナーとアウターが一体になるというか、もたつかなくて着やすいんです。もう完全に付属のライナーって感じですよね。このノースアウターは1枚でももちろん使えますし、このライトダウンと組み合わせることで長いシーズン使えるようになるんです。今回アウターに持ってきたコートも防水のものなんですが、シューズもゴアテックスのワラビーと合わせているので雨の日コーデにうってつけです。機能的ですが白パンを合わせると都会的な着こなしになりますよね。大人のライトダウン4000、2着目はカナダグースのクロフトンジャケットです。カナダグースといえば寒冷地で実際に活動する人たちからのフィードバックを元に作られた本格的なダウンジャケット、シャトーやジャスパーが有名ですが、
ライトウェイトのダウンジャケットもバリエーションは豊富なんです。今回選んだクロフトンジャケットもレイヤリングを想定して、この上からアウターを羽織っても1枚でもいけます。袖は立体裁断になってまして、袖と脇下のフィット感もありますし、可動域も広くて快適なんです。さすがにハイスペックなカナダグースだけあって、細かいところまでこだわってますよね。例えばこのポケットの内側にはトリコット素材が使われていて、ポケットに実際手に入れた時に柔らかいし暖かいんですよね。あと襟の後ろにはリフレクターがついていて、自転車に乗る時などには機能的かなと思います。折りたためばこうして内側に付属したポケットに収納できます。あと暑くなったら肩に背負えるんです。これでハンズフリーになれる。このストラップを使って収納したダウンを肩掛けすることもできます。手ぶらで携帯できるんです。はい、カナダグースのクロフトンジャケットですが、デザイン的な特徴はこのオーセンティックなスタンドカラーですね。なのでこれをインナーに使う場合、アウターには例えばこういった襟の高い MA1 のようなブルゾンはあまり相性が良くないです。合わせるのであれば襟ぐりが広いこういったニットジャケット、あとはコート、それからまあテーラードジャケットなども相性がいいかなと思います。では実際にこれ着てみましょう。はい、リラックスムード漂うショールカラーのニットをアウターに合わせて冬のサーフスタイルにしてみました。ダウンのジップは上まで締めてハイネック風でもいいんですが、開けてこのカナダグースのロゴを効かせるのもおしゃれですよね。ニットのカーディガンにニットパンツで機能感ある素材でまとめているのもポイントです。インナーの光沢あるナイロンがいいアクセントになるんです。あと足元は厚手のソックスでボリュームを出すとトップスとも相性がいいですよね。もちろんニットカーディガンを脱いでダウンをアウターにしても光沢があるので1枚で様になります。はい、大人におすすめのライトダウン3着目はモンクレールのゼムベストです。モンクレールは皆さんもうご存知だと思うので、ブランドの詳しいことは割愛しますが、ダウンのバリエーションが豊富なブランドの中でも活用度が高くおすすめなのがこのダウンベストです。車の移動がメインの大人は正直フィルパワーが高い厚手のダウンはちょっとオーバースペックだと思うんです。車内からちょっと外に出た時に軽く羽織れたり、反対に脱いだりが簡単なダウンベスト、探している方も多いと思います。で、このゼムベストの特徴は何といってもミリタリーモチーフのデザインです。ジップやジップの持ち手、フロントのポケットがミリタリーの生地に切り替わっていまして、インパクトがありますよね。大きなフロントのポケットはフラップポケットと横から入るスラッシュポケットの2つがあって便利です。丈も長くてスタンドカラーも高めなので防寒性もバッチリです。キルティングもユニークですし、あとバッグにはヴィンテージ加工のタグが縫い付けられていたりと、とにかく細かい装飾でデザイン性を高めているのはさすがです。ということでこのモンクレールのゼムベスト、おすすめの着こなし方を解説していきます。はい、モンクレールのダウンベストですが、襟が高くてボリュームがあるのでインナーに合わせるアイテムはやはりこういったパーカーですと首元にボリュームが出すぎてもたつくと思います。なので合わせるのであれば首元がすっきりしたこういったカットソーがバランスも良くていいと思います。あとこれによって襟元の存在感も際立つと思います。あとインにですね、こういったジャケットを合わせてもいいと思います。このダウンちょっと着丈が長めなのでバランスが取れて大人っぽく仕上がると思います。では実際に着てみましょう。はい、ということで伸び伸びに伸びるストレッチの効いたセットアップの上からダウンベストを合わせてみました。
セットアップだと上下同じカラーリングなので全体の印象がすっきりすると思うんですが、だからこそデザイン性の高いこのベストが引き立つんですね。このセットアップ、こんな風に伸縮性も高いので長時間のドライブもノーストレスでいけますね。はい、大人におすすめのライトダウン4着目がストーンアイランドのオーコットン R ナイロンテラです。ストーンアイランドは以前の動画でもご説明しましたが、イタリアのブランドでミリタリーテイストのデザインが得意なんです。独自の素材開発や機能性の追求で認知度を高めて、今では高感度なストリートヘッズたちの高い支持を得ているブランドなんです。ガーメント台が代表的なんですが、テクニカルな素材使いっていうのがこのブランドの特徴で、このダウンもどうでしょう。生地の風合いがちょっとユニークですよね。マットな風合いの薄手の平織り生地なんですが、オーガニックコットンとリサイクルナイロンを混合していて、撥水加工も施されているんです。中綿はダウンと高級フェザーを使っているんですが、そこにもこだわりがあって、羽が偏るのを防ぐため通常ダウンパックを使用することが多いんですが、でもこのストーンアイランドのダウンはダウンパックを使わずに直接フェザーを注入しているんです。これ熟練の職人技が必要みたいなんですが、このダウンパックを使わないことで軽量に仕上がっているんです。シルエットはシャープで、袖口や裾にパイピングが施されていたり、つば付きのフードも便利ですし、あと脇の下にはベンチレーションもついていて快適です。おしゃれなんですがスポーティーな作りなんです。はい、ストーンアイランドのライトダウンです。こちら爽やかなこの中間色が特徴ですね。冬はどうしてもダークカラーになりがちですし、あとですね、アウトドアブランドのものはどうしても発色が良すぎてちょっと街でやぼったくなりがちです。でもこんな中間色であればおしゃれです。このペールトーンのおしゃれ感を生かしてインナーも同じペールトーンで揃えるといいと思います。例えばこんな薄いピンクであったりとかベージュ、あと淡いイエローやくすんだパープル、こういったインナーを合わせれば軽快で都会的な着こなしになると思います。はい、パールグレーの淡いカラーリングを生かしたペールトーンで統一したコーディネート、冬スタイルですが、こんな明るいトーンでまとめるとフットワークも軽くなりそうです。パーカー同士のレイヤードで首元にボリュームがあると目線が上に行ってお腹にボリュームがある大人の方でもバランスが取れます。このストーンのダウンも細いシェルのスポーティーなタイプなので、パンツもリラックス感のあるニットパンツを合わせてます。皆さん今回のライトダウンいかがだったでしょうか。このライトダウン最大のメリットはやはり軽量かつコンパクトだから携帯しやすいというところにあると思うんですよ。例えばアウトドアのシーンであるとか旅行であるとかドライブの時、まあ寒くなってきたらさらっと羽織って、しかも動きやすい、これがいいところだと思います。で、僕はゴルフもするんですが、ゴルフの時にもこのライトダウン結構活用しています。アウトドアブランドのものは結構軽量で動きやすいのでゴルフの時にもぴったりです。皆さんもぜひ活用してみてください。私たちが作っている雑誌サファリは毎月25日発売です。お得な定期購読もございますので、ぜひこちらをチェックしてください。オンラインでも西海岸カジュアル好きな大人に向けた情報を毎日発信しています。興味のある方はぜひそちらもご覧いただければと思います。またサファリチャンネルでは大人のカジュアルスタイルを分かりやすく実践的に解説しています。ぜひチャンネル登録して高評価をお願いします。ではまた。